かるな。
待っていた。今だ。やっと倒せなかったか。皆さん頑張ってください。
梅雨払いといったところか。見えてきた。すっげえ。ヤクシマ。ん？
リアルに世界の豪邸訪問だな。お帰りなさいませ、お嬢様。そちらは語学友の皆様ですね。ようこそいらっしゃいました。どうぞこちらへ。語学友って、メイドって実在してんだな。やっぱり先輩すごい人なんだ。改めて実感。お久しぶりです。先輩。怖っ。南の島だけに海賊ルック。そんなわけがあるか。短い休暇だが、まあ存分にくつろいでくれ。よし、楽しましてもらうっすよ。隣はすぐそこだし、まずは海だ。やっべー、テンション上がってきた。早速ビーチに突撃。ちょ、もう海ってか、行くのはいいけど、そんなすぐ支度なんて無理だよ。なら俺たち先行ってるぜ。一秒も無駄にできねえからな。この B さんに足の指の付け根が食い込む感じ、ようやく夏実感だぜ。沖に目印になるようなものはないな。泳ごうかと思ってた。遊びに海来たのに黙々と泳ぐタイプ。悪いか、お前こそ何してすご。こりゃ夏で海と言ったらお楽しみは決まりっしょ。な、何？おお、ゆかり選手、想像より結構強気のデザインでさ。やっぱ部活で絞れてるって自信が大胆さにつながってるんでしょうか。あら、それ空いてるとこを勝手に使っていいのかな。おっと、続いては風花選手ですな。すごい、お前めっちゃ気痩せする。そんな恥ずかしがんなくてもいい。ムフフムフフって変態かっつの。そんでトリを務めますのは、どうした。白くて綺麗。日焼け止めもう塗りました。おい、お前デッドの。おお、なるほどね。いいなあこういうの、ほんと来てよかったよな。よっしゃ、行くぜ。
ご無沙汰していました。お元気そうで何よりです。彼らは寮にいる者たちか。すみません。彼らに明かしたそうだな。なぜ今まで隠していた。別に隠し言ってあるはずだ。もともとお前が負うべき罪ではない。ですが調和する二つは完全なる一つに勝る。南条と別れた折より我ら霧城に伝わる言葉だ。ミツル、人を信じてみろ。どれだけ己を殺しても所詮は個の力。この世には一人。宗家のデータベースに入り込んだのはお前だな。それもしかりだ。旅行などにかこつけず、なぜ初めから事故。申し訳。彼らを全員ここに。もとより隠す意図などない。すべてを伝えるため準備をしてある。連れてきた中に竹葉という少女がいる。彼女が力に目覚めるとは。もうや。お父様。ミツルから大体は聞いているな。さよ、すべては大人の。我々、私の命一つで贖えるのなら。とうにそうして今や君らを頼るほかはない。父光悦が怪物の力を利用してまで作り出そうとした。それは時を操る神器だ。言葉の通りさ、時の流れを操作し、障害も例外も全て起こる前に覗ける。未来を意のままにする道具と言ってもいい。すげえ、野望の。だが研究は父の指示によっておかしな方向へ進んでいった。晩年の父は何かとても深い虚無感を胸の奥に持っていたようだ。今にして思えば父の乱心はそれを打ち破るために始まったのかもしれん。君らが全てを知りたいと望むのは当然のことだ。これは現場にいた科学者によって残された事故の様子を伝える唯一の。この記録が心ある人の目に触れることを、ね、この声。ご当主は忌まわしい思想に見入られ変わってしまった。この実験は行われるべきじゃなかった。もう未曾有の被害が残るのは避けられないだろう。でもこうしなければ世界の全てが破滅したかもしれない。世界の破滅。この記録を見ている者よ、集めたシャドウは大半が爆発とともに近隣へ飛び散った。悪夢を終わらせるにはそれらを全て消し去るしかない。全て
僕の責任だ。全てを知っていたのに、成功に目がくらみ、結局はご当主に従う道を選んでしまった。全て。彼は竹葉栄一郎、当時の主任研究員だ。実に有能な人物だった。その彼を見出して利用し、こんな事件にまで追いやってしまったのは、栄一郎は霧城に取り殺されたも同然だ。まさか。つまり私のお父さんがやったってこと。影時間もタルタロスもたくさんの人が犠牲になったの。みんな父さんのせい。隠してたのって、私に気遣って隠してたってこと？そういう。竹葉、それは違う。かわいそうとかやめてよ。あの、誰か言った方。彼女を追って、私のお父さん子供の頃に、さっきの話で分かったでしょ。あの事故が原因なんだ。普通の人は真相なんて知らないから。父さん主任だったから、世間から目の敵にされてね。いろんな場所を転々と引っ越したの。まあね。でも私ずっと信じてた。父さんは悪くないはずだ。小さい頃から大好きだったし、絶対悪いことするような人じゃ。実は春頃ね、手紙が届いたの。10年前の父さんから家族へって。私のことしか書いてないんだもん。だから信じようって思ってたのに。だから自分に力があるって分かった時は偶然じゃないって思った。怖かったけど、霧城グループのそばにいれば父さんのこと何か分かるかもって。だからペルソナ使いになって戦いも続けてきた。でもさ、なんていうか、そんなの無駄だったんだよね。気休めだよそれ。現実ってきついよね。怖いの我慢して戦ってるのに、どうにもなんないよね、これじゃ。それに私、もしかしたら嫉妬して、あんなことがあったのに、なんで霧城先輩にはまだお父さんがちゃんといるのかって。みっともないね、私。すごいよね、君。いつもそうだよね、一人だけ。そうやって私のことを慰めて支えてくれるってわけ。分かったような顔しないでよ。あなた私のこと何も。ごめん、私余裕なくて、わけなんか怖くて、もう全然わかんない。教えてよ。
ね、君。ごめんね、私のことばっかり。あなたも両親なくし、辛いのには慣れてるから、私は大丈夫。でも、連れてこいって先輩に言われたんでしょ。かっこいいじゃん。でもありがとう。私たちなんか変な感じだね。全く遅いよ、お前ら。もうすぐ影時間だし、戻ってこいってさ。え、あす、あ、あれ、なんかお前、そっか、影時間って場所関係ないんだよね。タグ、あ、私さ、最近思った。ペルソナ使いは力に目覚めると影時間の体験を忘れなくなる。それって力と引き換えに目を背けられなくなる。忘れたい現実からさ。やるしかないんだよね。だな。よっしゃ、じゃあ戻るか。森林浴なんて岩戸台じゃ絶対できないですよね。そうだ、昨日の純平、なんだかやらしい話ばっかりで困っちゃいましたよね。私たちだけで来てよかったかも。まあね。はい、私。ああ、キリジョー君か。ちょっと困ったことが起きてね。どうぞ。今島の研究所にいるんだが、廃棄されて動かないはずだった機械が勝手に出て行ってしまったんだ。どういったものなんですか？車道以外だと勝手が違うの。戦闘車両の一種でね。実は対車道兵器なんだよ。対車道兵器って、実は今男子3名と別行動中でして、全員の招集には時間がかかりそうです。とにかくできるだけ早く当たってくれ。私もすぐに戻るから。もし目標が捕獲不能と判断される場合、破壊してもよろしいですか？破壊はね、多分無理だね。無理って、そんなの本当に止めら、とにかくやってもらうしかない。また後で。ダメです、みんなつながり、ないね。まずは我々の装備を取るの。そうすれば山岸のペルソナでも探せる。もっとも島全体となると。もう肝心な時にどこ行っちゃってんのよ。3人で縄文杉を見てきます。これは山岸の地だ。
夏に南の島へ来てなんで海に来ねえんだ。いいのかそれ人として。お前が原因だろ。昨日のは重たい空気を何とかしようって俺なりに気使っ目に言うな。まあでもそれはいいんす。大事なのは野郎3人でどうすんのっていう持ち合わせがなければ現地で調達。これ兵法の処方なりね。ズバリ名付けて屋久島磯釣り大作戦。磯釣りナンパのことか。ねえねえどうすか。つか真田さんいれば絶対行けますって。お前の意見も聞いておこうか。ならいつもの通りこいつに現場指揮をさせる。え？なんす？作戦だと言ったろ。ヘリクスだそれ。おいちゃんと真面目にやれよ。作戦だかん、ね、
touch the sky. Feeling no pressure but a piece in the media. Getting jiggy with confirmed place I'm telling ya. Anywhere you be, from New York to Siberia. Got up in your own beat and shake it every day. I'ma put it down, grabbing this crown. $1 million on the ground, gonna double up now. 65 to 4 to 3, 2, 1 more time. Heavy punchline about to cruise. Touch the sky. Feeling no pressure but a piece in the media. Getting jiggy with confirmed place I'm telling ya. Anywhere you be, from New York to Siberia. Cut up in your own beat and shake it every day. I'ma put it down, grabbing this crown. $1 million on the ground, gonna double up now. 65 to 4 to 3, 2, 1 more time. Heavy punchline about to cruise. Touch the sky. Feeling no pressure but a piece in the media. Getting jiggy with confirmed place I'm telling ya. Anywhere you be, from New York to Siberia. Cut up in your own beat and shake it every day. I'ma put it down, grabbing this crown. $1 million on the ground, gonna double up now. 65 to 4 to 3, 2, 1 more time. Heavy punchline about to cruise. Touch the sky. Feeling no pressure but a piece in the media. Getting jiggy with confirmed place I'm telling ya. Anywhere you be, from New York to Siberia. Cut up in your own beat and shake it every day. I'ma put it down, grabbing this crown. $1 million on the ground, gonna double up now. 65 to 4 to 3, 2, 1 more time. Heavy punchline about to cruise. Touch the sky. Feeling no pressure but a piece in the media. Getting jiggy with confirmed place I'm telling ya. Anywhere you be, from New York to Siberia. Cut up in your own beat and shake it every day. I'ma put it down, grabbing this crown. $1 million on the ground, gonna double up now. 65 to 4 to 3, 2, 1 more time. Heavy punchline about to cruise. Touch the sky. Feeling no pressure but a piece in the media. Getting jiggy with confirmed place I'm telling ya. Anywhere you be, from New York to Siberia. Cut up in your own beat and shake it every day. I'ma put it down, grabbing this crown. $1 million on the ground, gonna double up now. 65 to 4 to 3, 2, 1 more time. Heavy punchline about to cruise. Let it go.
touch the sky. Feeling no pressure but a piece in the media. Getting jiggy with confirmed place I'm telling ya. Anywhere you be, from New York to Siberia. Gotta feel your own beat and shake it every day. I'ma put it down, grabbing this crown. Million dollars on the ground, gonna double up now. 65 to 4 to 3, 2, 1 more time. Heavy punchline about to cruise. Touch the sky. Feeling no pressure but a piece in the media. Getting jiggy with confirmed place I'm telling ya. Anywhere you be, from New York to Siberia. Cut off your own beat and shake it every day. I'ma put it down, grabbing this crown. Million dollars on the ground, gonna double up now. 65 to 4 to 3, 2, 1 more time. Heavy punchline about to cruise. ナンパには興味なかったんだ。装備にはこだわりたい。問題点は分かってる。お前の欲望が丸出しだからだ。ダメだね。責任。事実を言ったまで。そういう真田さんこそだと。なったら現場リーダー、どっちが悪いと思う？俺は勝負にはこだわるんだ。そうだそうだ。お前ちゃんと考えて答え。どうした？何かあるのか？慎重に行く作戦でどうすか？よし、採用だ。よし、なら順番決めるっすよ。勝った人から時計回りで。最初はグー、じゃんけん。俺1番、真田さん2番、お前が最後ね。よし。そう以上手強いっすよ先輩。
が好きなの？何でしょうか？あ、いや、海、トライアスロンの選手はプールでの練習が中心のせい、海で鍛えてる人の方が。意外と話せてんじゃないか。そういった情報は私には必要ありません。勝った。お前よりも長続きした。長さの問題じゃねっつの。泣くな。俺まで惨めになるだろう。というわけだ。お前が何とか拾わないとトラウマになっちまう。俺は負けてない。負けてないからな。あとは任せた。よく聞こえねえ。てか、なんかびっくりされてんぞ。あなたは。ひとまず危機回避を優先します。それに確認は静かな場所でないと。お前何言ったわけ？つかお前追いかけ、余裕かまし、出なきゃ共犯になっちまうだろう。今行けばまだ間に合うって。やっぱり見つけました。あなたをずっと探していました。私の一番の大切はあなたのそばにいることで。なんだそりゃ。そんなありかよ。バカな、どうなってる。やっといた。どこ行ってたの？探したんだから。というか、皆さんなんで水着で森の奥に。ったく、こっちは大変なことに。って、あれ？その子誰？聞いてくれ。実は少し面、休暇中にすまないが、すぐに戻って戦う準備をしてくれ。いや、準備はいいよ。探し物は見つかったからね。どういうことですか？やれやれ、
探したよ。勝手に出たらダメだろアイビス。いやはや、心配かけてすまなかったな。あの、戦車を追うとかいう作戦はどう？ああ、それもう完了だから。アイニス、こっちへ来た。彼女の名はアイギス。見ての通り、機械の乙女だ。はじめまして、アイギスです。シャドウ総統を目的に活動中です。今日付けで皆さんと共に行動するであります。嘘、まるで生きてるみたい。信じられん。かわいい。けど10年前、シャドウが暴走した時の保険として対シャドウ兵、アイギスはその中でも最後に作られた一体。そして唯一の生き残りなんだ。対シャドウ兵器ということは、ま、はい、ペルソナ故障パラディオンを扱える仕様であります。彼女は10年前の実戦で大怪我を負って、ここの研究所で管理されていたんだ。なぜ今朝になって急に再起動したのか、いまいちはっきりしないんだけどね。ま、これから仲良くしてやっ。精神が備わった対シャドウ兵器、すごい。あの、ところあなたさっき彼のこと知ってる風じゃなかった？はい、私にとって彼のそばにいることはとても。人物認識が完全じゃないのかもね。あ、それとも寝ぼけてるってことかな。な、それは後で考えると知ってた。なあ、みんな知ってたかい？実はここ、いろんなレジャー設備がずらり揃ってるんだよ。テニスコートにプールバーに、あとカラオケなんかも完備だし。聞かせちゃおうかな、僕のメドレー。花の屋久島旅行も早み。明日はもう帰るだけだし、正直3日。まあでもそれっぽっちの割にはいろいろあったか。元気だなあいつは。昨日の晩はほとんど。海岸で何かの任務でしょうか？そんなんじゃねって、ただ遊びに来ただけだ。そういえばアイギスは遊ぶってわかる？もちろんわかるであります。娯楽は心の栄養です。おお、そうそう、結構普通に。はま、とりあえず帰る前に一遍くらいちゃんと泳ごうぜ。あ、ちょっと純平くん。アイギス、塩水につけて。そんなヤバじゃないでしょ。あれ、海に入るんじゃない？皆さんもご一緒されるのがいいであります。一人だけが楽しい行動は本当の遊ぶではないであります。めんどいな。
そうだな。どうだい？楽しんでる？いやー、いろいろあったけど、なんとか今日は終日羽を伸ばせそうだね。真田さん、何してんすか？真田さんの番っすよ。俺の番って何をやってる？楽しそうでよかったよ。明日のことだけど、帰りの船の時間は行ったってね。僕は多分先に港へ行ってると思う。朝早いから遅れないようにね。はい、伝えとく。じゃ、寮に帰ったらまたよろしく頼むよ。やべえ、あいつらだ。ああ、あの三人が。バカ、行く。お前。なぜ他の者は私を見るたび姿、まるで路地裏のネズミ。さあな。ジン、彼にカプセルを。礼はいつもの方法で。町屋、今回は代価をいただく代わり、あのペルソナ使いたちが何やらさ、彼らはこのところ月が深淵になるたび宴に繰り出す。あの塔にも頻繁に立ち入っている。なぜあんな戦いを始めたのです？知っているのでしょう。言えませんか？仲間だからですか？違う。俺はもう連中の仲間なんかじゃねえ。では教えてください。離れてた身だ。あの敵を全部やれば影時間や、あの、そう聞いてる。影時間を消すということは？どういうことです？なぜペルソナ使いが影時間を消すなどと、しかもあの滅びの塔までも。え、滅びの塔だ。あんな不気味なもん消せるってなら試すだろ。タカヤ。ええ、分かっています。
I'm gonna put you in.